皆さんこんにちは、シスです。というわけでね、 FF10 続きやっていきましょう。さてね、ボス戦っぽい気がしたので切ったんですが、さあどうな、ボス戦か。ユーナ君、やはり君か。イサール、なぜここに。何平原で飛空艇から降りてベベルに来たら、キノック老師に呼び出されてね、反逆者を始末しろとの命令だ。え、やる気か。ジーンの命令は絶対だ。たとえブラスカ様のご息女といえど、やらねばならん。え、マジで。ガードは二人いたはずよ。マローダとパッセならここにはいない。汚い仕事を請け負うのは僕だけでいい。ユーナ君、残念だ。あ、タイマンポケモンバトルですか。うわー、ポケモンバトルといえばベルゲビーネさんなんですが、今回はイサールですか。かっこいい。いいよね、ポケモンバトルって結構燃えるよね。ちょこの展開は若干悲しい展開ですがまあ正直言って負ける気がしないですね。イサール先輩、なんだってこっちはさあ、召喚獣で勝負だ。オーバードライブ超溜まってんだけど。うわー、これ危険だな。敵オーバードライブマックスからスタートか。バハムートさんいますからね、こっち。ただいきなりオーバードライブ打たれることを考えると、弱点属性の芝さんでいくか、肉壁でバルファーレ一回肉壁でバルファーレに一回肉壁してもらうかどうかだけど、まあ普通に行って芝だよね。弱点対決と行こうじゃねえか。最悪バハムードさんがこちらに控えているので問題ないでしょう。あ、冷たいおしぼりですね、ありがとうございます。さあ、天下の日撃。天下の日撃よりは、天下の日撃って属性ついてんのかな。ダメージを与えて動きを止めます。一発撃ってみる。一発撃ってみて動き止まりそうだったら、それはそれでうまいんですよな。1327ガード、ガードですね。1327とブリダラ。あ、全然ブリダラだな、やっぱり。うわー、地獄の火炎、これオーバードライブだよね。これが耐えられたらこっちは一気にオーバードライブなんだけど、来たな。千葉様、耐えてくれ。うわー、耐えた。が、待って、が、こういう時に回復ができるっていう今までの経験を生かせ。俺は初だぞ、召喚獣自分でブリダラを使えば回復する。俺は教えてもらったコメントに。さあ、回復しろ芝。来た、完璧じゃないか。オーバードライブたまる。見破れてないっていうのかな。次の HP がわからないな。ただ召喚獣ってそんな HP 高くないよね。これで終わる気がするな。決めてくれ。かっこいい。カンストだ。超強い芝様。どうだ、ミーターかイサール。これが我々の戦力だ。あ、イサール、諦めない男イサール、お前はまだ召喚獣を残しているかと。誰だ。あー、マジですか。まだまだアルちゃん弱点ないんだよね。バルちゃん弱点ないからバムート弱点ない同士でいく。じゃあせっかくだからね、使ってあげましょう、バハムートさん。さあ、どんな呼び出し方をするか。ちょ、クソ戦闘してきたろお前。フェニオで起こすやろ。起こしても意味ないかなこれでしょ。ここでなんとドレイン超回復。
え、なんで死んだの今。は？え、なん？リフレク？マジかー、エプレイエまたしてもやられた。しかも今回ばかりはマジで強え。前回離れて戦えたから良かったものの。はい、というわけでね、今回はここまでにします。皆さんどうもご視聴いただきありがとうございました。